そう、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟は、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。うわぁ、クソタレ、ヨルト氏並みは超えられんか、白ひげ。エース助けに行きましょう。どこだ？あの後は前だけ見てなさい。食用大への道はバタ足に任せて。どこ？外中を倒していくか。諦めんかい、白ひげ。誰に物言ってやがる。結構敵が多くてね。白ひげだ。多くて分かりづらいわ。とんでもな島でしたね。あー、いた。これ、急ぐのよ、みんな。参加してもエースを救い出す。なんか危ない気がする。はい、どこだ。あ、こっちか。あ、いるね。いるいる、いっぱいいる、いっぱいいる。で、あと1体か。いないね。俺たちが助けに行くぞ。多いぞ敵が。待ってろよエース。何やろう、俺も白ひげと組んだってちっと必要じゃねえかよ。これは誰とも組みはしねえよ。待てよ。どこだ、ここか。この先に、よし、あと一発。で、あ、こっちは行かなくていいか。次、コビーか。いた、いた、いた。変われない。よし、あの人この隙でやるんだ。次、そこら辺もいるな。やっぱりなんかいるな。あの人はすごい。なんか完璧。青ひげがいる。ジョルもいるか、一緒に。いいよ。ちょっとそこどいてくれるか。ダイヤモンドジョズ、諦めるんだな。無理か。青吉、どこいる。発動させた青吉とかめんどくさいんだよな。まあいいや。おいって。思ったよりやるじゃないの。抜けた。終わったやろ。次は、じゃあまだ、あ、もういないね。この先だ。なんかがいる。あ、パシフィスタ多いな。ちょっと待って、バーストしよう。こうなってしまったらもう加減はできないぜ。また行きな、行けなくなったな。そうね。はい、次どこだ。愛しき人のためじゃ。2体行った。相手は任せるがよい。だけども、まあ仕方ない。行くよ。俺とやるの。
戦闘丸くん。いけるか。よっしゃ。もうちょっと。やれ。やめろ。やはりもう少し持って生まれたか。ここか。これを止めてみやれ。あ、それか。白い家組織勝って暴れてもらうじゃん。おい、この島がもたんわい。おめえらには防げねえぞ。あと一回再起してくるしよ。上がってる。来るよね、来るよね、だよね。本気でわしに勝てると思うちょるんか。めでたいの。おいや。まだ？悪いな、かわいこの力。違う、これミホーク倒さないといけないんだ。行ったミホーク。行くぞ、一気に行く。終わり。で、ここで赤犬か。ちょっと早く来すぎてたかな。あの次世代の申し子が黒刀から逃れたのも一撃で終わらせる。海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくばわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえ、おじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。いやだ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なす。貴様も人の親だ、ガーブ。待て。戦国。私から逃げられると思うな。戦国か。まあいけるよ。オッケー。いや、セカンド。覚悟はいいか。見えない。さすがのエースじゃね。諦めるんじゃねえ。これが白い家の力だ。覚悟はしな。ルフィ、お前ってやつは。麦わらのルフィ、お前も死刑に値する。
兄弟ともに私の手で処刑するのみ。ゴムゴムのギガント風船、処刑台が崩れる。落ちるな。撃て、兵隊ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エースー、戦えるか、ルフィ。もちろんだ。